カメレオンです。ナナカメレオンです。さあ今回は私たちがカメレオンになって、うん、虫を倒すゲームをやりたいと思います。すごいねこれね。すごい本当にカメレオンになった気分。うん、これ息を吹くとこうやって舌が伸びるおもちゃなんだけど、これを使ってこれですピューピューカメレオンアタックっていうゲームで遊んでいきます。対決なんだけどルールは簡単です。カードをめくってここに書いてある絵柄と同じ的を倒します。倒した方が勝ちです。で最終的に倒したカードが多い方が勝ちになります。お手つきした場合はマイナス1点になります。だから他の倒さないように気をつけてね。 OK よーし。もう準備終わった。それでは先行後攻決めましょう。そうですね。セクシーカメレオンじゃんけんでいきたいと思います。わかった。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。セクシーカメレオンじゃんけん、じゃんけん。本当に久々に勝った。じゃあ先行で。あ、そうなのあれですか。しょうがないわ。うん、よし、それじゃあ私からめくっていきます。はい、いくよ。せーの、はい、6。あー、迷いがあった。これどこにあるかね、結構迷っちゃうんですけど、うん、6取りました。わこんな感じでやっていきます。面白いね、これね。楽しい。楽しい。じゃあ次のある。いくよ。うん。せーの、ドン、ゴなので点数ではありません。次行きます。せーの、はい、7。イエーイ、何強くない？7強い。なんかさ、100人以上の時もこんな感じやろ。あー、なんか分かる、思い出すね。うわー、もう3点か。3対0です。行くよ、はい、せーの、ドン、10。よっしゃ、負けてらんないぞ。すごい、10点取った気になるけど、これ関係ないですよ。これ番号の、ただの番号なんで。そうなんですよね。それでいきますよ、せーの、はい、2。はい、2。うわー、今のはちょっと遅かった。すげえ、スローで見たい。場所めっちゃ良かった。僅差だった。いやマジですごい。いや、リオロは本当にいい勝負だった。じゃあなる、4対1だよ。はいはいはい、いくよ。うん、せーの、ダン、1。あー、強い。4対1だよ。1だよ。はいはいはい、いくよ。うん、せーの、3、2。ねえ見て、破壊されるこれ。これ立てるだけなんだけど、これがハーンって、なんかすっごい勢いよく吹いてる。これ強かった。面白い、やばい、盛り上がってんね。残り4枚いきます。せーの、はい、4。あああああてか音音音音やばいわ。なんか身を乗るやつだ。やばい、なんかこういうのになってきてる。やばい、どん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 色が変わってきたりして、体の色が背景に同化するみたいな。いろいろになってきてる。すごい、4対3じゃなる。いくよ、はい、せーの、3。あんな、うわー、やったー、今の
って今2つのね、すごいこんな感じにしちゃったの。どっちかになったらどっちかが倒れちゃうっていう感じだったんだけど、慎重だったよね。そう、どうしようって。そしたらなるが違う方を倒しちゃったので、クリアになったここを私が倒しました。なんという、何か頭脳戦みたいな。ね、心理戦みたいな。ラッキーということで、さあいただきまーす。で、私はお手つきでマイナス1です。そう、そうそう。ついに出ましたね、お手つき。それでは、残り10枚の戦いです。どっちでしょうか。それではいきますよ。見合って見合って。いきます。せーの、はい、9。何の話すぎてよかったけど、いや、かすったね。うん、私隠したなって感じした。反応は良かったんだけどね。では私でーす。ラスト1枚、はい。これはじゃあ分かっちゃうから、うん、2枚なんか混ぜて。そうだね、うん、他のカードを混ぜてカムフラージュして、うん、何がいるか分かんなくしましょう。そうだね。よし、じゃあ混ぜるね。はい、はい、1枚混ぜてください。もう分かんない。ではこんな感じで、よし、8だね、8。8が出たら、やる。それ以外はダメだよ。落ち着いてるよ。せーの、4! おーおー、今のやめてよ。びっくりした。こういう心理戦があるかもしれない。怖っ。それでいきますよ。せーの、はい、3! おいけよ、お前。まだラスト1枚。待って待って待って、ラスト1枚になっちゃった。よし。じゃあまた2枚重ねて、サーフィンしたいと思います。じゃあお願いします。いきます。せーの、8。うわー、いいよ、よし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 。今のは完全に勢いで負けました。イエーイ。いや、今のはすごかった。だって向かってきたのか。こんなのできた。それでは集計です。まずなるから、なるはペナルティ1回なので2点。そうですね、3個取ったけどマイナス1で2点。 ね、そして私ペナルティ0。このまま1、2、3、4、5、6、7、7点。ということで1位の勝利です。めっちゃ楽しい。これ悔しい。じゃあまあ見ろ。悔しい。才能ないんで、才能が。もう一回やめてください。お前は何で気分だ。おい、お前は虫だ、虫だ。もう一回やらせてください。仕方ないな。それじゃあラスト1回戦やってやろうじゃないの。絶対勝ち。じゃあ今度は罰ゲームつけよう。もうそうだね。点数の差分、うん、失敗でいきましょう。負けてたまるか。なんか前も失敗食らったな。そうだね。それでは、しっぺがかかった第2回戦、ラストです。よろしくお願いします。お願いします。思ってねえだろ。顔がイラつくんだよな。よし、さっき、私勝ったから譲るよ。先行が優位だった可能性もあるかもしれないから、どうぞ。ありがとう。いきますよ。いくよ。せーの、はい、4。いやー、やったー、4出ました。うんさーい。全部今すごい固まった。体固まったよ。まさかの最初ということで、決着がつきました。4対3で1の勝利。やったぜ。それじゃあ、でも1回で済むよ。ほんとだ。罰ゲームはなるの1回です。うん、そうでしょ。それじゃあ渾身の1回いきたいと思います。いきます。罰ゲーム、はい。えこれやろう。せーの、うん、うん、いいね。イエーイ。楽しいね、これ。めっちゃ楽しかった。はぁ、
白熱した試合だった。いや、めっちゃ面白かったね、うん、単純だけど、すっごい楽しくってハラハラドキドキ、そしてめっちゃなんか体力を使った気がする。運動した気分になる。うん、スポーツだね。ね、スポーツだわ、うん、ハマっちゃったわ、うん、私これ結構面白かった。本当にこれからもなんか勝負決めるときはこれやっていこうと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。みんなはもうチャンネル登録してくれた？まだの方はこちらをクリック。高評価コメントも待ってるよ。そしておすすめ動画も見てねー。